そういや、あの手鏡にも玄武の模様が書いてあったな。どうしたんだよ。あんまり奥に行くと危ないぞ。何やってんだよ。
うしたんだよ、さっきから。勝手に奥に入ってきて何言ってんだ。マリコ、しっかりしろ。おい、目を覚ませ。マリコ、大丈夫か？どうしよう、このままいたらどうししちまう。おい、今何か聞こえなかったか？危ない。なんだお前ら、いき
きなり何なんだ。走るぞ。なんだ？風？こんなとこで何やってんだ？じゃないな。誰だ。マリコ。気がついたか。具合はどうだ。よかった。気がついたのね。他人の空似にしては本当によく似てるよな。タキコが二人いるみてえだな。
そんな格好で雪山うろつくなんて、お前らバカだろ。知らねえのか、その女っていうのはな。おやっ、何しやがんだウルキ。説明すんのめんどくせえだろ。それより、お前たちに聞きたいことがある。待って、ウルキ。その話は後にしましょう。今はまだ疲れてると思うから。私は奥田滝子。変なことを聞いていい？鏡を見てた？やっぱりそうだったのね。ここに連れてこられた時からそうじゃないかなと思ってたの。タキコちゃん。どこって、北韓国に決まってるだろ。大体お前らどこから来たんだ。苦闘国からじゃないだろうな。聞いたことねえな。どこにあるんだ。東京って、やっぱり、あなたたち日本から来たのね。
く説明できないけれど、ここは詩人天地所という世界なの。じゃあ、ここが異世界だとして、どうやったら元の世界に戻れるんだ？ごめんなさい。私にもわからないの。それでは、お前たちは巫女と同じ世界からやってきた、と言うんだな。ここが異世界だって言うなら、まあ、そういうことになるな。では巫女候補がもう一人ということになる。おい、ちょっと待て、引きつ。それどういうことだ？国が滅びようとするとき、異界より伝説の巫女が現れる。条件には当てはまっているだろう。いや、玄武以外の詩人にも巫女はいるんだろ。じゃあ、白虎か朱雀か、もしかしたら青龍の巫女かもしれないってことか。もしくは玄武の巫女候補の一人かもだ。国が滅びる時に現れる滅びの証だ。不吉なものとして嫌われてる。てか、そういう言い方ねえだろ。巫女っていうのは、詩人を召喚して国を守るって言われてる。
だから私はこの国の人たちのために玄武を召喚したいの。戻る方法を知ってるってわけじゃなさそうだ。戻る方法は自分たちで探すしかないな。